どうも、ねずっちです。アメリカオレゴン州でですね、なんとドライブスルーで楽しめるストリップのショーというのをやっているんだそうです。これはですね、外出自粛で、従業員も休業していてね、オーナーがこれはなんとかできないかというふうに考えてですね、駐車場を利用して、ドライブスルーで行うこのショーというのを思いついたんですね。このショーですね、社会的距離はもう徹底的に保ってね、お客様大喜びなんだそうです。もうわざわざね、遠方から来るお客さんもいれば、1日に3回もショーを楽しむですね、常連のお客さんもいるということなんですね。だからこのオーナーね、従業員そしてお客のためにね、ストリップだけに一肌脱いだといったとこなんですかね。本当お店のことを大事に考えてんですかね。お店もそこで踊るダンサーさんもどちらもテンポが大事ってね。ねずっちです。ではまた。